キープします。阿部亮がついています。トップに移動してジェイコブゼンのロング2を選択、決まりました。最初の得点は茨城です。ロング青木ゲルンのスクリーンを使ってエルボー付近からパスを選択、しかし奪った茨城です。鶴巻ボールを運んでいく、そのまま行くか、連続得点茨城。鶴巻今日最初の得点になりました。フェイダウェイシュート、リバウンドは山口です。そのままボールをプッシュしていきます。タプスコット決めました。あの辺りの決めますよね。本当にブース選手もいい、シュートタッチ柔らかいですからね。さあターンして、これはイージーバスケット、チームに活力。山口隼人が侵入して一旦外に出す。鶴巻、山口から振っていきました。中村のスリーポイント、いやよく見てましたね。今インサイドで少しタプスコットとトーマス、中村がスクリーン、スリーポイント中村来た、決まりました。これで逆転。タプスコットから中、山口フリーになりました。今も似たようなところでしたけど、うまかった。平尾には片岡です。ジェイコブセンのスクリーン、フリーになった、平尾のスリー、射抜いていきました。キャプテンの平尾、鶴巻から中飛び込んだ山口、決め切りました。ゴール下に行く場面が多いですよね。こういったスペーシングも茨城はオフェンスとしてはすごくうまくいってますね。なかなかこうディフェンスが厳しくついている中で高い位置でボールをコントロールします。中に入っていくか、おっとリバースレイアップ、素晴らしいプレーでした。これ考えられますでしょうか。まあ、どこか悪いということはないんですけれども、前半の終わり方ということをジェイコブセン、中村飛び込んでいき外フリーになった、タプスコットのスリー決まりました。こういったオフェンスはね、上に上がっていくのをね、今度は嫌って先回りしたんですよね。その裏をつきましたよね。いい連携を見せている仙台、しかし食い下がる茨城です。茨城とするとここ我慢したいですね。あ、奪った、よく奪いましたね鶴巻。これは落ち着いていました、イージーバスケット。やはりこの鶴巻、仙台のゲルン選手の、ね、リバウンドをどうコントロールできるか、少し機動力を持ってっていうところですね、はい、タプスコット、そうですね、イージーバスケットになりました。ケネディ16点リードしていますが、やっぱりここで流れを断ち切るために、はい、そうですね、そういったタイムアウトだと思います。まだ試合は終わってないぞと。いい連携がありました。ケネディこれで2桁得点に乗せています。青木ネイサンブースを呼んで、おっと、素晴らしい仕掛け、ね、山口隼人ステップを踏んで手堅く決めています。連続得点。ただ今ね、3クォーターの終わり方から考えると、あっという間に追いついてもおかしくないような展開でしたよね。まあ、仙台チャリがかりで寄っていきます。プレッシャーをかけていく茨城、奪った山口、タプスコットから素早いパス、中村イージーバスケット。いや、ディフェンスのね、インテンシティは良かったですけど、オフェンス、タプスコットは誰を選ぶか。おっとスイッチ、中に侵入していく、決めていきました。中村航平外、タプスコットトップの位置、スピンムーブからエリック・ジェイコブセン、ファールをもらってエンドワン、2を2桁に乗せてきました。これが今ボールに行っているのか、小林、仙台これで今シーズン最多の得点96点になっています。外から射抜いてすぐに3点返したトーマス・ケネディです。交代